これからですね、安房鴨川駅の駅弁、あさり飯を開けてみたいと思います。この駅弁、なんと450円です。ちゃんと駅弁マークもついています。で、なんか、コンビニのお弁当みたいな感じなんですけど、でも、一応、あさり飯ですね。あさりが入ってます。ということで、後でいただいてみます。